ミニチュア茶を作る。その1、ホワイト茶を作る。万年筆のモンブランが大きいのか、それとも茶炉が小さいのか。ミニチュア茶炉の製作計画。楽器って果たしてどこまで小さく作れるのか。楽器というからには、張ってあるすべての弦は、ある程度ちゃんとした音が出せること。形状やその縮尺、あるいは使用する材料などは本物サイズのものに習ったものであること。そんなことを頭の隅に描いて、このミニチュアチェロを作ってみました。まず、初めに行ったことは、サイズを決めることでした。使用する弦の見当をつけ、その長さを決め、チューニングした時の弦の張力を計算してみました。残念なことに、実際のチェロの音程、A、D、G、C、A、220Hz、C、65.4Hz で鳴らすには、とてつもなく太い弦を、ゆるく張らなければならず、それでは音が出ないことが分かりました。やむなく、オクターブ上の、ビオラの、A、D、G、C の実際の音程、A440Hz、C 約 30.8Hz で鳴らすチェロで我慢することとしました。弦の長さが、実際のチェロの4分の1程度であれば、ほぼ演奏可能な弦のテンションが得られることが分かりましたので、すべての縮尺を4分の1として、このような図面を作り、制作に着手しました。オリジナルサイズのチェロは、このチェロです。チェロの構造や使用する材料、あるいは制作工程など、可能な限り本物サイズのチェロと同じになるように心がけて作ってみました。以下、それをご紹介しますので、楽器制作や演奏などにご興味のある方は、ご覧になってください。型枠とリブの製作、本物のチェロを作るときと同じように、初めに型枠を作りました。それにあらかじめベンダーで曲げておいたリブを沿わせて、コーナーブロック、上ブロック、下ブロックに接着して、リブを製作します。型枠の外側に見えるものが、接着を終えたリブです。リブの材料は、ある程度トラメの入ったメープル材で、実際のバイオリン製作に使う 1.3mm の材料を使用しました。ここで C バウス上下のコーナーブロックの間のリブは、曲げがきつく、1.3mm の材料ではそれを曲げて作ることができませんでしたので、やむなくリブの材料と同じ、メープル材で C バウス上下のコーナーブロックを作り、それにアッパーバウス、ロアーバウスのリブを貼り付けました。コーナーブロックは外からは見えませんので、出来上がった状態では外から見ると、C バウスのリブとコーナーブロックが一体でできていることはわからなくなります。表板の製作、リブに接着する直前までに仕上がった状態の表板です。表板は、本物と同じスプルース材をセンターで、剥ぎ合わせたものを使い、外形を切り出して、裏と表を彫ってカーブを作り、F 字孔を開け、周囲にパフリング溝を掘りパフリングを埋め込んであります。表板の厚みは、一番薄い部分、F 字孔のあたり、で約 1.8mm 程度まで薄く削りました。電灯に透かしてみると、光が見える程度の厚さです。実際の本物サイズのチェロの場合、最も薄い部分の厚さは 4mm 弱ですので、縮尺4分の1に換算すると 1mm の厚さになりますが、そこまでは薄くできませんでした。残念なことに、カーブを削っていったら、材料の段階では見えてなかった樹液層が現れてしまいましたが、そのまま進めることとしました。裏側には、表板の補強と、音の伝達を良くするためのバスバーも付けました。バスバーの長さは 135mm、中央付近の高さは約 8mm です。表板の製作で最も神経を使ったところは F 字孔の切り出しでした。なんとか格好は整ったものの、穴や幅はわずかに大きめにできてしまいました。パフリングも苦労しました。実際のチェロのパフリングは幅 2mm 弱ですので、縮尺4分の1に換算すると 0.5mm の幅ということになります。その厚さの黒、白、黒3層のパフリングの製作にもチャレンジしてみましたが、曲げるとすぐに折れてしまい、またパフリング溝も狭くて掘れないため、やむなくバイオリン用の最も幅の狭い 1.3mm 程度のパフリングをそのまま使うこととしました。パフリング溝も手掘りですので、少しヨタヨタしていますが、なんとか格好はついたようでほっとしています。パフリングの幅は実際の比率より2倍以上大きいのですが、完成したチェロではそれほどの違和感はないのでは、と思います。裏板の製作、パフリング溝を掘った状態の裏板と曲げが終わり、
はめ込み前の状態のパフリングです。裏板はある程度トラメの入ったメープル材をセンターで剥ぎ合わせたものを使い、外形を切り出して、裏と表を掘ってカーブを作り、周囲にパフリング溝を掘ってあります。パフリングは、ベンダーアイロンを使い、折れないように細心の注意を払って曲げてあります。裏板の場合、パフリングの端は、すべてがぴったり密着するように長さを整えておくことが必要なので、神経を使います。パフリングを仮挿入した状態です。パフリング溝に接着剤を塗り、パフリングを埋め込んで、接着剤が乾燥した後で、裏板の周辺のくぼみを掘り、スクレーパー、サンドペーパーで表面を仕上げます。縁の丸みもこの状態である程度仕上げてあります。裏板の厚さは、中央付近で約 3.5mm、周辺部の最も薄いところで約 2mm です。この状態で、リブに接着します。その前に表板の F 字口から見える位置に、製作ラベルを貼っておきます。ちなみに、和樹は1歳半になった、2人目の孫の名前です。5歳になった1人目の孫には、こちらでご紹介しているチェロ、ヒロキを制作済みです。2人の孫たちが、将来チェロに親しんでくれたら嬉しい限りです。ネックの製作、ネックの材料は、はっきりとしたトラメこそありませんが、本物と同じメープル材を使用しました。メープルは硬いので、小さなネックを削るのは結構大変です。削り終わった状態のネックです。長さは約 12cm です。スクロールの渦巻きも、なんとかそれらしく仕上がりました。ペグ用の穴は、この段階では下穴の状態です。表板、裏板、ネックの接着、通常のチェロ製作工程手順では、初めに製作したリブに、表板を接着し、次に裏板を接着して、胴を完成させます。その次にネックを仕込む V 溝を掘り、そこにネックを接着する、という手順で進めます。しかし、このミニチュアチェロの場合、リブに表板と裏板を接着した胴はとても小さく、そこにネックを仕込む V 溝を掘るのは、とても面倒な作業となり、また加工精度も良くないと考えられるので、リブ単体の状態でネックを仕込む V 溝を掘って、その段階でネックを先に接着することとしました。これはネックが先に接着された状態です。したがって、これから接着する表板には、ネックとサドルを仕込む部分に、あらかじめ切り込みを掘っておきます。次にリブに表板を接着しました。表板の隅に、外からは全く見えませんが、サインと日付を書いてあります。昔のバイオリン製作家の作品などにも、このようなサインの入ったものがあるそうです。この状態で、裏板を接着するネックのヒール部、リブの接着面をつら位置に仕上げておきます。これは裏板を接着する直前の状態です。裏板の接着が完了すると、こんな格好になりました。サドルの接着、エンドピン用の下穴などを開ければ、これでホワイト段階のチェロが出来上がりました。